プラス A をご覧の皆さん、トキコさんの時に出演いたします矢部太郎です。あ、ラベンダーです。5番窓側でね、外見えるし、先生からもあんまりよく見えないし、一番落ち着きそうじゃないですか。メモ帳をこの辺に置いてて、それでなんか思いついたらこうパサッこう書いて、はい、でまた寝ようとしてこう思いついたらみたいなのを、はい、繰り返しながら寝るっていうのがルーティーンですね。今日まだそんなにあのそこまであれですけど、そうですね、あの道を歩く撮影をしてて、あのデザイナーさんにいいねっていうふうにすごい褒められたんですよね。それがすごくよくって、じゃあもう一回って言われて、道歩くときにいろいろアドリブでやったら、ちょっとあのやりすぎっていうふうに言われたんで、はい、調子乗っちゃったなと思って、はい、やっぱ良いことと悪いことは続けて起きるなと思いましたね、はい。悲しい時ですか、あ、バラードじゃないですか、はい、え、どっちもあるんですか。どっちもあります。何しに行くんですか。これはお買い物ですか、うん、あ、そういうのはどうでもいいんです何かしらあるんですよね。そうですよね、階段ですかね、はい、物を持てる能力がいいなと、重いものが持てるのがいいです。ピーナッツ好きですね、あのスヌーピーの、はい、ハワイ行きたいです、はい。あ、なんですかね、音楽とかそういうことですか、はい。あ、ずっとかけてますね、はい。